ってるんで、そんなに不安にならず大胆にいっちゃって大丈夫です。皆さんこんにちは。フリーランスで美容師と美容のお仕事をしております、アスカと申します。よろしくお願いします。今日のアレンジはツインテールです。はい、ちょっと年齢的に大丈夫ですかっていうお声もあるかもしれませんが、ツインテールの技法をご紹介していきます。ゴムを4本使って1,2,3,4 本使ってくるりんぱと三つ編みを使って構成しています。慣れてしまえば簡単なので、ぜひ皆さんお役に立てていただけると幸いです。で、2つまげをすると、ツインテールをすると元気な印象になるの で、今の感じで言うと自粛期間中なので、なかなかやる機会がないかもしれませんし、出かけられないのになっていうところはあるかもしれませんが、世の中がもう少し落ち着いてディズニーランドに行ったりとか、アーティストのライブに行けるっていう時はぜひ試していただきたいなと思う髪型ですので、ぜひ挑戦していただければ幸いです。それでは動画始めていきます。それでは実際にアレンジをしていきます。で、結び始める前に準備しておくことは、やはりコームでこの分け目を今やってあるんですけど、ギザギザと分け取っておくということと、あと少しクオリティを上げたいなという時は、こう2つに結んだ時にビシッと分かれやすいんですね。後ろに持っていくデザインよりも分かれやすくなってくるので、ここの見える部分、トップのね、見える部分を、根元を起こしておくと可愛くなるので、こうやってアイロンで、入れなくていいんで、こんな感じでね、倒して根元をこんな感じで起こして準備しといてあげると、こうやって結んだ時にここがふんわり使えるので便利です。はい、なので両方をやっておきます。このグッと持ち上げた90度の角度よりもさらに向こう側に倒すイメージでアイロンを入れるのがコツです。よいしょ、火傷に気をつけて、はい、このぐらいでちょっとこう入れておきます。はい、でこれだけやったら始めていきます。毛先を先に巻いていただいてもいいですし、それはお好みでやってください。で、この2つにざっくり分けるんですけれども、この分ける時もちょっとギザギザに取ってあげた方がいいです。手でやってもいいですしね、それは好みなんですけど、私はこの櫛でやる方が慣れているので櫛でやります。後ろ見えないかもしれないんですけど、本当に感覚でギザギザに分け取っていきました。はい、そしたら2つに結びます。で、今回ね、結ぶお下げみたいなスタイルは私は30歳になるのでちょっともう無理かなって思うんですけど、25歳とかそのくらいの年齢まではやってもいいんじゃないかなって思っていて、もちろん年齢問わずやっていただいていいと思うんですけれども、個人的にちょっとこの2つ曲げお下げで街を歩くのは私はやらないんですけど、で、いつやるのって言ったら、今ちょっと自粛期間中で出れないですけど、例えば、ディズニーランドに行く時とか、そういう時にディズニーランドとかフェスですね、音楽が好きなのでフェスとかに行く時にやれるかなっていう感じのアレンジです。はい、なのでちょっと限られてしまうんですけどね、すいません、お恥ずかしいんですが、これで2つまげを結びました。今日はゴム4本使います。1,2,3,4っていう感じで使っていこうと思います。はい、で前髪の出す範囲決めて、遅れ毛もやっぱり多すぎず少なすぎず出してあげた方が可愛いと思います。はい、こんな感じでいきましょう。そしたら結んであるので、はい、これをここですね、こうゴムを少し緩めてあげてくるりんぱします。この部分をスーッと縦に指入れてあげて、はい、くるりんぱしていきます。これですね。で、これでくるりんぱができている状態なので、ぎゅーっと、はい、締め付けていきます。そしたらほぐします。ほぐしながら進む感じですね。よし、今くるりんぱ以外の部分をちょっとほぐします。
でさっき仕込んでおいてあげたここをピュッと引っ張るだけでふわーっとしたウェーブできるんで、そのためにね仕込んでました。はい、上の部分をほぐして、そしたら今度このくるりんぱの部分をほぐします。見えるかな、こんな感じでほぐします。くるりんぱしたところのここのこう入ってくる溝の部分って結構へこむので、そこも少し意識して出すようにしましょう。はい、こんな感じです。そしたらもう下まで三つ編みしていきます。分量は均等にやった方がいいですね。でこの時にそうですね、くるりんぱを一番最後の段するんで、ある程度長さをゆとりを持っていきましょう。このぐらいかな。はい、で結んじゃいます。そしたらこの三つ編み部分をほぐします。ここねゴム止まってるんで、そんなに不安にならず大胆にいっちゃって大丈夫です。はい、ほぐします。この三つ編みの側面をほぐします。で今ここ横ほぐしたんですけど、今度こっちの方にも縦にもこう立体的にほぐしてあげた方が可愛いので、そうですそうです、ここほぐしましょう。こんな感じかな。はい、そしたら三つ編みここね、ここの最後の部分をちょっと緩めてバンと開けていただいて、ここにくるりんぱします。はい、グッと止めましょう。そうするとかなりきつくね、ここが最後締まるのでいいかなって思います。でこのくるりんぱ最後にしたところもほぐしますね。この毛先だけアイロンで外羽にしてあげてもいいです。はい、そしたら左右両方同じようにやっていきます。このボリュームが結構あるので、まあ、もう少しコンパクトにしたい方はほぐすのを少なめにしたりしてください。ここをほぐ緩めてあげて、縦に指通す、穴開けて、はい、中にくるんとくるんとしてあげて、はい、止めます。そしたらほぐします。でこのくるりんぱしたところの内側はへこみやすいのでほぐします。でこのくるりんぱしているところもほぐしましょう。はい、そしたら三つ編みして進んでいきます。ある程度毛先の先もくるりんぱするので、長さを残した状態でゴム結びます。はい、そしたらこの毛束たちをほぐしていきます。人差し指と親指でつまんであげて、優しく優しく引っ張ります。で結び目のこのゴムの部分をちょっとこう支えてあげた方がほぐしやすいですね。はい、じゃあほぐしたら最後にここの部分を少し緩めて、はい、指通して指通してあげて、この通した部分にくるりんぱ入れていきます。ほい、ギュッと締めます。はい、そしてくるりんぱした部分をちょっとまたほぐします。そしたら最後外羽に巻きます。この毛先ちょっと動きがあればいいので、もうお好みでうちでも外でも巻いてあげてください。そして最後に私ちょっともうあらかじめ前髪巻いてあるんですけど、前髪巻いてもらって
でペタンとしないように表面はふんわりとちょっとだけ毛束取ってあげて、ふわっとした毛を作ってあげる。全体がふわっとしているのに前髪だけペンとのペンとしているとちょっと印象がちぐはぐになってしまうので、全体と合わせてふわふわにしてあげるっていう感じですね。で、遅れ毛も少し出していますので、まあ外外で、これ内側でもいいと思います。外内外みたいな、外内外で毛束ごとに巻き方を変えるかな。これをじゃあ外にしましょう。もはや前髪なんじゃないかみたいな感じなんですけどこんな感じですね。じゃあこっち側も、これも内巻きか、内巻きにしましょう。で、この微妙な毛を外、これカットによると思いますし、前髪ある人ない人で分かれると思うので、ま、髪の毛の長さ見ていただいて巻いてください。ポイントとしては共通して言えるのは、やぼっと出してしまうとちょっと今っぽい雰囲気じゃなくなってくるので、控えめに出すのがポイントです。はい、でそしたら全体バランス見てあげて、へこんでるとこないかなとかちょっと確認していきますね。そしたら最後に、まあ、顔周りの遅れ毛とかこの毛先だけスタイリング剤つけていきます。なんかへこんでるんで、パッて見た時にあれフォルムが変だなと思ったら引っ張ってあげて大丈夫です。ですかね。はい、じゃあ今日はツインテールのアレンジをやっていきました。コンビ4本を使っていて、ピンはまた一切使っておりません。でちょっとですね、私自身の個人的な意見なんですが、私は30歳になるので、今はちょっとこのツインテールをしてお出かけするのにやや抵抗があります。私自身はです。なので、そういう時はいつこれをするのかってなった場合、フェスに行くとかライブに行くとかディズニーランドに行くっていう時にツインテールをするようにしていて、非日常の時に取り入れたりしています。で、今自粛期間中で外にも出れないですし、ディズニーランドがねやっていなかったりとか、アーティストのライブは延期になったり中止になったりっていう大変な時期だと思うので、なかなかできないかもしれませんが、まあ、こうやってお家の中でアレンジの練習をしたりとか取り入れやすいかなと思いますので、いつかまあ自粛が解除されて出かけられるようになったら、ぜひチャレンジしていただけるといいかなと思います。もちろん10代の方とか20代前半の方は全然ね、ガンとやって出かけていただいてもいいですし、まあ抵抗があるよっていうアラサー世代の方はこうやってアレンジをして、でキャップをかぶるとかですね。私はこんな感じでキャップをかぶってサングラスをしたりして、こう夏のフェスとかに出かけています。冬だったらニット帽とかでもいいと思うんですけど、アレンジ一つで、あとアイテムを投入するだけで、まあ、ちょっと大人でもできるかなと、挑戦できるかなと思いますので、ぜひ皆さんお役に立てていただければ幸いです。本日も動画最後まで見ていただきましてありがとうございました。アスカでした。